メルセデス・ベンツ W165 はメルセデス・ベンツが開発したボアチュレットレース用のレーシングカー。W165 はその唯一の実戦となった1939年トリポリグランプリにおいて1から2フィニッシュでの優勝を記録した。このレースではヘルマン・ラングがチームメイトのルドルフ・カラツヨーラを抑えて優勝を飾った。 W165 はこの年のトリポリグランプリに参加することを目的として、わずか6ヶ月で設計、開発された。北アフリカの高速サーキットで行われるトリポリグランプリは、当時のモーターレーシングにおける重要なイベントの一つだったが、1939年のグランプリ開催にあたり主催者はルールを改正し、メルセデスやアウトウニオンの既存のマシンは参加不可能になった。 これは、ドイツ勢の圧倒的な勝利を嫌い、代わりに、アルファロメオやマセラキといった、イタリアメーカーを優勝させるための試みだった。W165 は、第二次世界大戦後のレースに参加することはなかったが、スーパーチャージャー付き1.5リットル V8 エンジンを搭載する、このマシンは1946年から1951年までの、戦後のグランプリにもレギュレーション上は参戦可能だった。 一方で1939年のトリポリグランプリにも参戦し、W165 と対決したアルファロメオ158は戦後間もない時期のグランプリにおける最も強力なマシンとなった。1938年から1939年までメルセデスのグランプリレーシングカーとして主に使用されたのは大排気量の W154 であり、 勝敗器量で活躍できるカテゴリーが限られる W165 はこの1レースを最後に二度と使用されることはなかった。インディアナポリスモータースピードウェイの当時のオーナー、トニー・ハルマンの招待を受けたカラツヨラは1946年のインディ500に W165 で参加しようとしたが、スイスの税関が W165 を国外に持ち出すことを許可しなかったため、 カラよらラの計画は実現しなかった。ありがとうございます。